走るのは嫌い。でも走る時の景色と走りながら考えることはちょっと好き。パワーアップ。根性。もうやめたい。何言ってんすか。俺には難解すぎる。手溶けた。石の見た目はダセーもんだら。ちょっと嬉しそうにすんのやめてくれる。ギャンマダボンじゃねえ。そこはオーバーだろがい。バレた。あと一歩が途端に欲なんだよね。腕2メートルくらい伸びればいいのに。パッと秘策みたいなの思いついて全然疲れずに勝てたりしないかな。バカ言ってる。俺にもドンピシャのトスお願いします。時間作ってリエフにトスをあげてやれ。え、無理。無理ってどういうことですか。リエフのことを頼むからな。お前こういう時の表情は豊かだよな。こちらも同じだけの粘りがいるだろうな。今惜しかったですよね。全然。マジっすか。モテモテだな。ケン。ザ・エーパス。さすが猫まだぜ。座りたい。エーパス。エーパス。レベル上げやる。っテレビで試合見るたび新しい技やろうとすんのやめてよ。何言ってんだ。ケンマさん怒ってるんですか。うん、半分。重力なんでこの世にあんの。重力ムカつく。重力がなければボールは落ちてこないし、重力があるからボールが落ちてきて。ケンマ集中。ほらあまり。おわ。ケンマさん大丈夫ですか。全然全然大丈夫じゃない。すっごい。お前はどうだよ。オイルボリューム何本もあったよな。けど疲れてたし、繋いでもどうせ相手のチャンスボールだったし。集中力だけは波外れてる。研磨の集中が切れてきた。そろそろ限界が近い。ちなみに全部今まで言ってることだから。こういう時の研磨さんは竹虎さんよりアクさんより怖いっていうか、頑張ることに明確な名前つけないとダメなの。俺が頑張らない。何で切れてんだよ。今はほぼ元々の身体能力とセンスだけでやってるね。あと身長。あ、でもパスとかの基礎はまだ全然ダメ。翔陽よりもダメ。サーブも翔陽より下手くそ。来い。来ないで。福永悪乗りしないで。根性なしは根性について語るな。根性根性うるさい。体力が1残るわけでもあるまいし、こんなにクリアできるゲームもできない。ゲーム何の賭けがあるんだろうが。何笑ってやがる。福永くんって面白いよね。あのさっきこけたのってまさか演技っすか。そんな器用なことできるわけないじゃん。だってお前チビちゃんの試合見てるとき、買ってきた新しいゲーム始めるときみたいな顔してるよ。っていうかそれどんな顔。バクワくんが。何それ、意味わかんない。してないし。してるし。してないし。してるし。してない。別に熱くなってないし。なってるし。なってないし。なってる。なってない。仲間のために頑張るわ。おかしいこと俺がやったらおかしいの。ケンマ。何。おいケンマ、トラと呼んでいいぞ。呼ばないとダメんだぞ。おお、ウェーブすげえ。いやいや、こっちもいい刺激をもらったようだし、お互い様だ。しゃー。午前2時に早起きしたんだってやつ。ゲームするために。いや、後輩を信じてや。それな、ありえねって。天魔の性格だぞ。もうちょい右。はい、ほらこっちへおいで。11番空振りあるぞ。天魔さん笑わないで。でもあれじゃ今までと変わらないんだ。おい、ケンマはどう思う。別にどっちでも。やっぱ引きずり込んだ身としては多少罪悪感があってですね。あのプリン頭だ。ケンマか。ケンマさんが風邪ひいた。イノカうるさ、ひいてない。猫マですか。きたね。一周。あのセットアップ頭しかで見れんのか。風邪ひいたかな。予感が。おい、大会前だぞ。自分で考えた。練習したんです。壁にぶつかったことありますか。うちのは元ガーって感じのやつ。あれのことだ。剣舞だこらお目を食えよ。どう見ても全国大会出場のスポーツマンには見えねえよな。助け笑せ。次は絶対必死にさせて。じゃあ期待しとく。